こんにちは、グローバルデトリックです。今回はストックマフラー、いわゆる通常のバレルタイプのノーマルマフラーに消音器、サイレンサーをつけての検証フライトの動画となります。エンジンは DL40cc のボクサータイプのツインエンジン、水平対向エンジンです。以前に使用していた DLE20cc の単気筒エンジンのサイレンサーをツインエンジンなので2個使用します。音はノーマルマフラーより確実にマイルドになっています。吹き上がりのパワーダウンも DLE20cc の単気筒の時よりも感じません。アイドルも安定しています。飛行前の最終確認です。カグダの動きが問題ないかもう一度確認します。それでは離陸します。はい、音としては実機のエンジン音に近い感じですね。思っていたよりいいんじゃないですか。消音効果についてはキャニスタータイプほどではないですが、確実にノーマルマフラーの時のあの甲高い音よりは低めに下がっています。DLE20cc の時にあったパワーダウンが DLE40cc のツインエンジンになると全く感じません。スローも安定しているし、ハイも最高7600回転は回っています。音も少し改善されたのでこれはありですね。それではいろいろな飛行姿勢でもう少し検証していきたいと思います。スローロールはどうでしょう。続いてローリングサーキュローリングループ。
最後の降下中の1回転ビビってやめました。背面ローアプローチです。連続ロールでもパワーダウンはありませんですね。それではテストフライトは終了し、着陸態勢に入ります。最終進入付近の乱流です。躊躇なくゴーラウンドします。無事にテストプレート終了し、着陸し、戻ってきました。参考になりましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。グローバルネットリンクでした。それではまた。